はい、今日は、この5月にアベダさんから発売された、プラマサナスカルププロテクトコンセントレート 75ml 5400円、税抜き、こちらのご紹介です。まずは、プラマサナについてサクッと説明しますと、アベダ初の、スカルプケアのシリーズになります。そして日本中の髪のために開発された製品ということで、3ステップで頭皮ケアするというラインになっております。で、今日ご紹介するこのスカルププロテクトコンセントレートですね、こちらは、ステップ3の地肌を保護するになります。まあ、要は頭皮用トリートメントということですね。で、まあ、こんな容器に入ってまして、こちらスポイト状になってます。結構長いこんなスポイトが入ってます。こんな感じですね。で、これスポイトで頭皮に直接塗るといった使い方をするんですが、こちらですね、最大のポイントはですね、 96% 自然由来成分ということで、そのアベダの理念が詰まっていると言っても過言ではない、そんな商品と思います。理由はですね、アベダさんというのは非常に環境に配慮したブランドさんでして、 100% 風力発電を実現、そしてできる限りの再生素材使用、そしてその成分においても自然由来成分を非常に大事にされてます。こちら 96% 自然由来成分を使用されたということで、本当に素晴らしい、頭皮用トリートメントと考えます。そんな、スカルププロテクトコンセントレートですね、こちらちょっと使い方変わってまして、ここに書いてあるんですが、ちょっと言いますと、シャンプー後の、そしてドライヤー前の綺麗な頭皮に使用します。で、このさっきも言いましたように、このスポイトでこう中身取りまして、これ直接頭皮に塗ります。で、塗って、マッサージで頭皮全体に行き渡らせます。そして最後洗い流す必要はないという、そういった商品になります。ではちょっとその中身の方を私の手に出してみたいと思います。ではちょっと見ていただきましょう。ちょっと頭皮用なんですが手に出しますよ。いきますね。わかりますか？ちょっと黄色い、ちょっととろみのあるテクスチャーですね。こんな感じです。わかります？でね、今ちょっとここの手に塗り広げただけなんですが、すごくいい香りがします。もう本当にこれアベダさんらしいいい香りが、もうなんかこの辺の空気が変わったのっていうぐらいすごくいい香りがいたします。アベダさんらしいなと思います。そしてですね、これ一昨日かな、私ちょっと使ってみたんですが、頭皮に使用しましてもベタつきもなくてですね、まあ、非常にいいトリートメントだなと思いました。また、詳しい詳細につきましては私のアット美人ブログ、のぞかれに来てやってください。今日は、アベダさんのスカルププロテクトコンセントレート 75ml 5400円税抜き、こちらのご紹介でした。